今回の動画では幻の岡山プラス倉敷の合併都市岡山倉敷市についてお送りしていきます。直前にアンケートしていました岡山倉敷市が対決する相手はどこがいいか、その結果広島市、仙台市、埼玉市が得票トップとなりました。よって今回は岡山倉敷市 VS 広島市 VS 仙台市 VS 埼玉市とします。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる60項目以下の通りです。今回は妄想合併企画です。実際に1961年に100万都市の合併構想が起こった岡山市と倉敷市の幻の合併構想がありましたが、それに近い枠組みとして現在の岡山市と倉敷市を妄想合併、主に広島市との中国地方最強決戦を目論んだものですが、そこにアンケート企画により上位だった仙台市と埼玉市を加えた比較対戦を行っていきます。あくまで妄想合併企画のため気楽に見ていただければなと思います。1試合目、小売店数は岡山倉敷市が強いです。製造業従業者数は岡山倉敷市が多い。建築工事費は岡山倉敷市が埼玉市を上回ります。製造業現金給与総額は岡山倉敷市の解消。昼間人口比は仙台市が高い。財政力指数は埼玉市が高い。岡山倉敷市が圧勝、2位は広島市。2試合目、人口密度は埼玉市の圧勝。卸売業従業員数は仙台市が多い。ゴミのリサイクル率は岡山倉敷市が圧倒。小売店数は岡山倉敷市。果樹地昼間人口密度は埼玉市。製造品失格は岡山倉敷市の圧勝。全4都市が全く合格です。3試合目、製造業従業者数は岡山倉敷市。実質交際比率は岡山倉敷市の僅差勝ち。人口密度は埼玉市。15歳未満人口は広島市。製造品失格は岡山倉敷市。卸売業年間商品販売額は仙台市が強い。岡山倉敷市と広島市が揃って接戦を制しました。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。主役の岡山倉敷市が3連勝の序盤戦、ただまだ分からない差しかありません。4試合目、人口密度は埼玉市。財政力指数は埼玉市。昼間人口密度は埼玉市。推薦人口比はデータ不足。インフラ業売上は岡山倉敷市の圧勝。地方税は埼玉市が多い。埼玉市が快勝、2位は仙台市。5試合目、製造業従業者数は岡山倉敷市が多い。不動産物品業売上は仙台市が制する。岡山倉敷市は明らかに低い数字です。ゴミのリサイクル率は岡山倉敷市。人口密度は埼玉市。実質交際比率は岡山倉敷市。農林漁業売上は岡山倉敷市の圧勝。岡山倉敷市の快勝、2位は埼玉市。第5試合終了時点の順位、前半戦を終えて岡山倉敷市が首位を堅持、2位争いでは埼玉市が優位です。6試合目、推薦人口比はデータ不足。不動産物品業売上は仙台市。実質交際比率は岡山倉敷市。農業畜産は岡山倉敷市が圧倒的。製造業現金給与総額は岡山倉敷市。卸売業従業員数は仙台市。大接戦を制したのは岡山倉敷市。2位は広島市と仙台市。第6試合終了時点の順位、強すぎる妄想合併都市の岡山倉敷市。2位争いは広島市が浮上しています。7試合目、課税対象所得は埼玉市が多い。製造業現金給与総額は岡山倉敷市。建設業売上は仙台市が圧倒的。財政力指数は埼玉市。果樹地人口密度は埼玉市。学術研究業売上は仙台市が圧倒。広島市と埼玉市が接戦を制しました。第7試合終了時点の順位、順位は変わらないものの、首位岡山倉敷市に広島市と埼玉市が肉薄。仙台市もまだ諦める差ではありません。8試合目、製造業現金給与総額は岡山倉敷市。卸売業年間商品販売額は仙台市。製造業従業者数は岡山倉敷市。インフラ業売上は岡山倉敷市。運輸郵便業売上は岡山倉敷市。
卸売業従業員数は仙台市、岡山倉敷市が広島市に競り勝ちです。第8試合終了時点の順位、勝ち点差とポイント差が変わらないぐらい小さな差しかありません。残り2試合。9試合目、卸売業年間商品販売額は仙台市、情報通信業売上は仙台市、飲食店数は広島市が多い、一般病院数は岡山倉敷市が多い、製造業荒付加価値額は岡山倉敷市、課税対象所得はさいたま市、広島市の解消、2位は仙台市。第9試合終了時点の順位、最終戦を前にして広島市が首位浮上です。最終戦、小売業年間商品販売額は仙台市、財政力指数はさいたま市、医師数は岡山倉敷市、1万人当たりの歯科医師数は仙台市、課税対象所得はさいたま市、15歳未満人口比は広島市、大接戦を制したのは広島市と仙台市。全10試合の最終結果が出ました。広島市勝ち点22、岡山倉敷市勝ち点20、仙台市勝ち点16、埼玉市勝ち点14。まさに神一重の差。結果は項目の運次第という側面が出たかと思います。5回1位で最も安定していた広島市が優勝、妄想合併都市の岡山倉敷市は6回1位は最多ながら、3位4位も2回ずつが響いた形です。仙台市は1位2回が少なく3位止まり、埼玉市は1位3回も3位4位が3回ずつで最下位でした。この結果から分かることは、岡山市と倉敷市が合併すれば広島市や仙台市に匹敵する規模の地方政令市となれるということではないでしょうか。明らかに広島、仙台、埼玉に比べ過重地人口密度は低いように都会度は低いのは否めませんが、それだけ開発余地も多いと言えそうです。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお待ちしております。